NHK 佐賀放送局は佐賀県を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。テレビとラジオで県域放送を行っている。1941年6月に熊本中央放送局の出張所として開設。半年後に臨時放送局となりラジオ放送を開始した。1948年から正式に放送局へ。 昇格、1969年からは、総合テレビとして、初の UHFO や局での県域テレビ放送を、開始した。1941年、佐賀市白山に開設された、熊本中央放送局佐賀市庁所を皮切りに、佐賀県産業省令館、長古館、佐賀商工会館と移転を繰り返し、1968年、現在の局舎が落成した。しかし老朽化、 共愛化が進んでいたことや佐賀城内の現地は2007年に制定された佐賀城下再生100年構想の範囲に入っていたため移転を迫られていた。2015年3月に佐賀商工会館跡地への移転や跡地利用等に向けた基本合意書を佐賀市などと結んだ。その後、市民の交流拠点、災害に強い放送局、風通しの良いオールワンフロア職場、 周辺景観と調和する環境に優しい会館の4点をコンセプトに整備計画を検討していたが、その計画が2015年10月にまとまり、同月中に NHK の理事会及び経営委員会に諮られ、正式に新放送会館整備計画が動き出した。計画では地上3階建てで中には放送センターとしてニューススタジオを設置。 またハートプラザなどに隣接した1階には汎用スタジオを併設。今後は2015年度中に設計業者の選定と基本設計を実施、2016年度中に実施設計を行い、2017年度中に着工、2018年度中に竣工し、2019年度中の運用開始を目指していた。しかし工事業者の入札が不調に終わったことで、 着工が2018年度後期、そして竣工が2020年度後期、運用開始が2021年度前期にそれぞれ遅れることになっていた。さらに新放送会館の運用開始が延期され、2021年9月30日に竣工、2022年5月に運用開始が延期された。送信施設概要。ありがとうございます。